フリー、エターナルサマー、ウェブラジオ、岩飛びチャンネル ES、テイクヤマーク、レディー、ゴー！スタイルワン！はい、スタイルワンとは水泳用語で専門種目や得意種目のことです。このメニューではゲストの方へのメッセージを紹介して、ゲストの方の演じるキャラを掘り下げていこうと思います。俺のターン！ドロー！マコちゃんの総合気になりたいマネージャー。おお、すげえの。ちょっとまたこじらせてる、うん。はい、名前が来ましたけど。なんかさ、俺さっきからずっと思ってたんだけど、なんかすげえ名前じゃない？さっきからずっと。そうなんです。とてもフリーはこじらせた名前が多いんですけど、うん、特にマコトは、うん、皆さんちょっとなんて言うんですかね、こじらせすぎというか、まあなんというかね、愛が深いんですかね。気が。いや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 、こら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 、そんなことないですよ、愛が深い。いや、まあ正直そういうことです、はい、そういうことだよね。そういうことです。まあでもそのくらい愛していると、はい、いうのが特に多くてですね。それはストップくんってこと？いやどこまでなんでしょう。今日は俺ザッパンのところいっぱい作ってくよ。いやでもストップもあるんですけど、うん、自分で作り出す部分もあるから。お前がザッパンしてどうする。お前が作るんじゃないよ。いや僕もその流れは俺だ。僕も最近ザッパンしてないんで。なんでお前が俺のおかぶ取ってくんだよ。一緒にザッパンしましょうよ。やだよ、なんで俺がお前としなきゃいけねえんだよ。飛び込みましょう。いやだよ。飛び込んでください。めんどくせえ。すいません、お願いします。はい、じゃあ行きます。メールなんだこれ。野村さん、とついさん、ふりゅりです。ふりゅりです。2期では優しいだけじゃないまこちゃんの新たな一面を見せてくれましたね。そうだね、まさかまこちゃんがあんなところでな、一つとは思わなかった。そんな話じゃない、そんな話じゃない、岩飛びの泣く頃にじゃない。ちょっとちょっと、そういうところでまさかあんな優しい顔して一つなんてさ、俺も思ってなかったんだよ。まことはそんなことしない。俺も台本読んでてどういう気持ちで演じたらいいか分からなかった。はい、行きますよ、次行きますよ。6話で、はるちゃんに、ちょっと、しない !6 話で、はるちゃんにフリー対決を申し込んだり、うん、はい、こういうことですよ。うん、11話で、声を荒げた場面が印象的でしたと、うん。はい、幼い頃から一緒に育ってきた、はるちゃんとまこちゃんの関係の変化、うん、見ていてなんだか切なかったです。うん、そして、辰久さんや信長さんの演技に感動し、涙が止まりませんでした。うん、ここで質問なのですが、辰久さんは、はるちゃんとの対決や喧嘩のシーンをどのような思いで演じていましたか？あ、そうですね、11話、なんかね、積み上げでした今回は。その11話につながるまでの中で、これまあ取材でもちょろっと喋ったんですけど、本当に誠自体が今回持っているテーマっていう、その不安感みたいなものもたくさんあったから、だからもうそれに身を任せればいいし、まあ、ごちゃごちゃ考えたところで、きっとその受け取り手の方々の方をに何かを委ねた方がいいかもしれないと思って、こう、まあ、もちろんいろんなことを考えてたりとか、その誠として遥にどういう気持ちがあるのかとか、ここのところはこういう感じで伝わればいいなとか思いながらやったところもあったんだけど、でもそれをなんかいつもみたいに話してもしょうがねえなと思っちゃって、なので今回は実はこう某オーディオコメンタリーのところでも話したんですけど、こう自分たちがどうこうぐちゃぐちゃ考えてたところで、当事者の時って全然気持ちだけでなんかこう前に向かっちゃったりとか、うん、行っちゃう時ってあるよねみたいな、うん、俺たちなんてもう行ってしまえばもう20歳以上だし、学生の自分から考えればもう何年も先を歩いてるわけさ、うん、で歩いてるんだけども、その時って歩いた状態でそういう台本とか読むと、ものすごくなんかこう理論的に考えちゃったりとかして、うん、こんな言い方しないかもなとか思っちゃうんだけど、うん、でも学生の時ってそんな言い方してたしさ全然そう、なんだ、理路整然と喋れたことなんて一つもなかったと思うから、うん、なんかそれに身を任せてみようと思ったので、本当にそういうものを自分の中で積み上げた結果がそれだったので、皆さんが感じたものが多分正解ですね、うん、はい。なので、まあ、思い的にはあるんですけど、あえてそこは内緒です。うん。はい。素敵。あとはみんながそうやって受け取ったものの方が多分正解なんだよね。うん、俺が何かを言うより。多分この答え合わせして、俺は正解ですっていうのって、多分100点満点の答えじゃなくて、うん、多分その100点満点を超えるような答えを持ってくれてるのは多分皆さんの、その中にあるんで。うん、はい。なんで、そんな感じです。はーい。はい。いいお話聞きました。ありがとうございます。